八王子丘陵は、群馬県東部の気流市、大田市周辺に広がる丘陵群である。群馬県気流市、大田市、緑市にまたがり、渡瀬川右岸の大間ま線上地上を、北西から南東に長さ1 5トル、幅5キロメートルにわたって分布する。北西側から、四方の山、丘陵、茶臼山、丘陵、金山丘陵に三分される。 急量の桃園に沿って、活断層である、大田断層が分布している。この断層は、長さ約 26km、南西傾斜の逆断層で、活動度は B 級回程度と考えられている。最新活動時期や、平均活動間隔、単位変異量、断層面の幅、横ずれ成分の有無などは不明。全体が活動した場合は、M7.1 程度の地震が発生すると、 推定されている。四方野山の名の花畑緑市笠掛町の中北部に位置する。笠掛町西四方野に、天神山、笠掛町直に、四方野山、笠掛町浅見に、琴平山がある。天神山と四方野山の間に、群馬県道352号笠掛赤堀、今井線が、四方野山と琴平山の間に、群馬県道69号大間ま余両電線が、 通じている。琴平山の北六に、岩宿遺跡、北西六に、鹿の川沼、南六に、国道五十号気流バイパス、南東六に、両毛線岩宿駅がある。茶臼山、丘陵沖流市の中心市街地南部から、大田市北部、緑市笠掛町の東部にかけて広がる。丘陵の北東側が、気流市広沢町3.45.6、7丁目、大田市。 吉沢町、南西側が、大田市上京都町、大和市町、北金井町、関塩町、西長岡町、矢吹塚町、北西側が、緑市笠掛町浅見である。丘陵北側から、北東側にかけて渡瀬川、両毛線、国道50号が、西側から、南西側にかけて丘東洋水、東武気流線、群馬県道78号、 大田大間魔線が通じている。霧雨市広沢町に、丘陵の最高峰である、茶臼山があり、茶臼散歩区六の広沢町三丁目に、群馬県立霧雨南高等学校、丘の上団地、広沢町四丁目に、八王子山、広沢町五丁目に、霧雨市南公園、霧雨市最条、サウスパーク広沢ニュータウン、広沢町六丁目に手薄山、彦笛へ、住宅、 鴨山、鴨神社がある。キリ市と、大田市の境に、黒い峠、宇バ沢峠、もみヤ峠、カン峠がある。大田市、吉沢町に、東田区山、上京大戸町に、大田市北部運動公園、西長岡町に、天皇山、八王子山公園墓地、矢ブ町に矢ブ温泉、矢ブ駅、群馬県立東猛青少年自然の家がある。 緑市笠掛町浅見に、郝人山があり、郝人山の北西六に、浅見駅がある。丘陵中部に、群馬県道332号、桐生神殿木崎線が通じ、もみ山峠や矢つ塚温泉を経由している。新田金山大田市の中心市街地北部に位置する。金山町に、金山、新田神社、金山城市、金山自然公園、西山公園、 東山公園、金龍寺、太閤院、本町に、天神山、高山神社、八幡町と大島町に、八幡田山、大島八幡神社、長手町に、金山総合公園がある。金山城南の金山自然公園から、大田市中心部の本町まで、群馬県道321号金山城支線が通じている。ありがとうございます。